ったですね。良かったですね。間に合います？間に合います。大丈夫です。なんかもうモルビガのイベント大抵いつも雨が降るんですけど珍しくないですか？全然そうかも。そうなんですね。去年もあのイベント始まる前は雨降ってたんで。今日は綺麗に晴れて良かったです。来てくれるといいですね。でもね、いやもうすでにお客様何名かあの先乗りして。あ、そうなんですか。はい。でまたちょっと周りでお店で飲んでから、はいはい、またお店に遊びに来るっていう方何名かいらっしゃいました。出戻りパターンみたいな。出戻りパターン、まあでもみんなそんな風にして楽しんでもらえるといいですよね。そうですね。おかげさまで1周年迎えることになりまして嬉しいですよね。嬉しいですね。でも、はい、本当に見るようになったから、はい、前は何持ってる人ってどこにいるかなみたいな感じだったけど、はい、結構今見るじゃない。まあ、ブランドとしてももう6年目なの で、 そうです、ね、持ってる人すごい増えて、普通に電車に乗っててもあれみたいな人がいます。いますいます。あの電車乗ってて自分の前に立ってる人がモルビダ持ってるみたいな。うわどうしようとそれの女の人のバージョンも増やしたいですよね。ラフちゃんと書きましたよ。素晴らしい、ありがとうございます、はい、もう開発期間も入れて7年ぐらいご一緒してますけど、ね、初めて星葉さんを書こうっていう感じなんですごい撮っていただいてこの企画の、そうですあのラフですね。いや恥ずかしい、ちょっといやこういうところ撮りましょうよはいそうですね、気心がね出るんですよラフって。大事なんですよ。なんかちょっと放置してたらメールの数すごい溜まってるみたいな。きついですメールはでも1日100件から200件というのは朝僕全部こなすんですね。本当ですか。そっからはずっともう見ないですね。あ、次の朝にまた見るみたいな、はい、それをローテーションしてますね。あ、もう集中して一気に見ないと一気にやるっていう感じなんですね。か夜か、夜はだいたい原稿書く時間にやってて、うん、となるともうずっと結局仕事になっちゃうんですよね。芝さん原稿書くって書籍の方ですか。書籍のもそうだし自分の頼まれたインタビューものとか原稿とかもそれも書くの。書かれるんですね。書くのね、すごい好きなんですよ。そうですよね、編集。編集って、はい、何が仕事かっていうと、伝える仕事なんですよね。はい。だから、例えば、美味しいシュークリーム食べた時とか、はい、美味しいたこ焼き食べた時に、めっちゃ美味しいよこれって伝えるのが僕らの仕事なんで。お伝え屋さんですよね。幸せのお裾分けというか。そうね、モルビダもいい革あったよみたいな、うん、みんな持ってみてみたいな、うん、結構心斎橋あの物質様のお店も近いところにあるんですけど、直営店はサタデーズサーフさんがランドマークなんで、サタデーズサーフがあるんだ。そうですね、皆さんも間違いのないようにっていう。なるほど、はい、そこですもんね、だって。そうです、そこですもん。もうあ、いいですね。引き立てのコーヒーが飲めるという。なになになに、これどこに落ちていくの。これは一旦落ちずにここに溜まっていくんです。結構この入れ方もちゃんと、はい、そうですね、こだわり持ってやってるんで、蒸らしてあげて、はい、ブランドのコンセプトがこうゆっくりとしたですね、上質な時間みたいなのがあるんで、結構もうボタン1個でピーチャーみたいな感じじゃなくて、こうスタッフがいっぱいいっぱい丁寧にちゃんと入れてます。これはもうこうやって一息つけますね。まあ、この後バタバタしますけど、最近始まった
こんなお得なポイントカード、急に入ってきましたね。いいですよ。これ、知ってますよ、もちろん。はい、ご存知ですか、はい、どうですか、これ。すごい反響いいんですよ。税抜き100円で5ポイント。5ポイントが5万円買っていただいたら2500円。つくと。でもこういうのあると嬉しいよね。そうですね。だってボルビだってすごい、コアファンがいるじゃない。1個買ってくれたらなんかもう1個買ってくれる。そうなんですね。そうですね。リピーターというか、長く愛用してくださる方が本当に多いので。結構皆さんが、ね、あのカバンとお財布と揃えたいとか、まあ、トータルプロデュースできる、まあ、トータルコーディネートですね、トータルコーディネートできるようには展開してる。そうなんですよ。なんかああいうのも聞いてるんですか、お客様からの声とかって。もちろんそれは、はい、なんかいつもまとめてなんかこう、そうですね、そうですね、むしろこれもお客様の声から、そういうの大事ですよね、でもね、例えば百貨店さんとかで買うモルビだと、ここで買うモルビだとのサービスの差がないようにして、なるほどなるほど、それでここでも何か買って、お客様第一主義、第一主義、一番大事ですよね、はい、なんかすごい基本のような気がします。お客様が結構お仕事のファンの方が本当によって興味ありがとうございます。今日あの来る男の子も一人ちゃんと焼いてから来るって一回焼いてから焙煎ですかね。よろしくお願いします。めっちゃかっこいい。すごい素敵やすい。素敵やすい。革が、ゾボさんいつも素敵です。なんか一度名古屋の時にお見かけしたんですよ。あの星葉さんと一緒に出張あったじゃないですか。丸め2年前ぐらいですかね。あの時ね、トークショーで。そうなんですよ。すごいダンディーな方がなんか星葉さんに手振ってるなって思ったら、それツボさん、ツボさんだったんで。あ、よかったよかった。あ、よかったな。ツボさんありがとうございます。じゃあ亀山さんの。サルテ。まあそのペルモルビダっていうのはやっぱその旅っていうのがどうしてもテーマにあるので、はい、まあなんかあのスポーツさん、あの星葉さんで一緒に語った旅の思い出はっていうのと、まあ男にとって旅とはみたいな、今日多分男性も多いと思うので、そうですね、あ巡り合い、そうですね、これ似合いますね、バーテンダー、バーテンダー、シェイカー振ってる姿すげえかっこいいですね。とかホテルとかのなんかヨーロッパのホテルのオーナーとか最後にこう、坪さん出てくるみたいな、いらっしゃい、そうです。全然なんか、ただのに取っちゃおうか、はい、逆に。取られてますで、取り返してたりっていう感じなんですけど、ここに実はですね、おしゃれなダンディーが坪さんいらっしゃいます。よろしくお願いします。ストーリーですね、インスタグラムでもさすが、はい、皆さん撮られてますよ。すごい人ですね、ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ペルモルビダ、皆様のおかげで本当に1周年を迎えることができまして、本当にありがとうございます。はい、そして今日ね、はい、スペシャルゲストで、あの WH 作っていただき、しかもシューズデザイナーで本当に日本でもそれから世界でも活躍されている、坪さんにいらしていただきました。でこれからですね、いろいろお話が聞けると思いますので、皆さん、お酒でも飲みながらゆっくりですね、金曜の夜を楽しんでいただけたらと思います。そして清水さん、はい、挙手会よろしくお願いします。ゆるい司会ですけど、いやよろしくお願いします。はい、じゃあ、いきます。それでは間もなく出航です。乾杯。乾杯。レイバンかなんかのサングラスにかけてました。はい、グッチの、あのスニーカー、グッチのスニーカー履いてました。よく覚えてますね。
ものすごく印象的だったんですよ。大島さんといえばレイマンで、もうあのテニスプレイヤーのようなスタイルをしてたように記憶。テニスプレイヤーの格好してましたよ。はい、ですよね。なんかその時のキャッチフレーズが夜のテニスプレイヤーだ。今日のスタイルのポイントちょっと教えてください。まあこのトラサンスーツですかね。トラサンスーツ。ええ、これトラサンスーツ。はい。それをイメージして。こんなおしゃれなトラさんいらっしゃいますか。いないでしょ。今日は旅に出た。はい。旅に。旅にね。さすが。非常にしなやかです。ちょっとあの回しますんでよかったら触ってみてください。実際に。島さんから実際靴渡されて触れる方なかなか貴重な体験。皆さんよかったら回していただいて。ちなみに WH の特徴は。履くと足が5センチぐらい長くなります。僕もこれだとやっぱりあのちょっと上品にあのジャケットとスラックスで、はい、合わせていただきたいなみたいな。もう船降りてもう感極まってこれでモルビダ作ろう、もう船旅に感動しちゃってこの思いを皆さんに本当に伝えたいなと思って作ったのが実はこのペレモルビダなんですね、はい、なので本当にそのモルビダっていう映画もそうですし、あの、めぐり合いっていう映画もそうですし、モルビダもそうですし、あの僕が感動したのは本当にこの印象深かった旅の思い出っていうのはその一番最初のモルビダを作るきっかけとなった地中海クルーズですね。イギリス の, あのジェントルマンズクラブみたいなところに泊まったことあるんですよ。でその時にちょうどミラノから着いて、あの僕はたまたまジャケットをてたんですけど、もう一人があの普通のなんかまあ T シャツかあのポロシャツかなんか入っちゃっとしたら、もう表の門番というか室内みたいなのに、はいはい、お前はなんだみたいな、うん、になってですね、はい、分かられて、はい、でまあすぐあのジャケットを着て入ったというのは、はい、やっぱり向こうの国はやっぱりそういう社会だなというのがやっぱり一番僕は印象深いですね、はい、ちょっと真面目な話をしちゃいました。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。坊さん、ありがとうございました。